こんにちは霊夢だぜ。こんにちはマリサだよ。いやー、最近大学忙しすぎて大変だぜ。実験レポートに課題。おまけに中間テストラッシュで動画作る暇なかなかないぜ。と言いつつ、新作動画出すな。授業中にこの動画作ってるぜ。友達、バイトにサークルやってて忙しすぎて鬱になって。この間精神科行ってきたらしいぜ。やばすぎだろ。結局異常ありません。言われてお金だけぼったくられたらしいが。無事で何よりだぜ。自丸なんてさせないからな。誰もそこまでするとは言ってない、が。最近物騒な事件ばっかりだから万が一を想定してた方がいいよな。ま、てなわけで最近めちゃくちゃ忙しいから今回は軽めに行くぜ。今日は何の話をするんだね。今日はみんな知ってるポストの、ここの郵便記号について解説していこうと思うぜ。ま、てなわけで今日も、ゆっくりしていってね。郵便記号はみんな見たことあると思うんだが、そもそもこの郵便記号ってどこから来たんだ？って思ったことはないかい？ないよな。改めて問いただされるとなんだろ？って思うけど、一から疑問に思う機会ってなかなかないもんな。実は郵便記号ってカタカナの手から来てるんだ。え？由来が意外にもしょうもなかったぜ。なんでよりにもよっててなんだね？昔、郵政民営化されるまで郵政省という省が郵便を担当していたのだが、郵政省は逓信省という前身の省があって、その逓信省の頭文字手から来てるんだぜ。逓信なんて普段あまり聞かないから解説頼むぜ。郵便や電信などを順次取り次いで届けることを意味するぜ。帝という漢字には次々に伝え送るという意味があるぜ。ふーん、でもなんでよりによってカタカナが採用されたんだね。もともと、イニシャルの T が採用される予定だったんだが、国際郵便において料金不足を表す記号として、すでにタックスの頭文字の T が使われていたから、急遽第2案であったカタカナの手に変更されたんだ。他にも諸説あるらしいが、これが最も有力視されているからこれだけ押さえとけばいいぜ。ちなみに郵便記号の正式名称は郵便記章というそうだ。記章は印って意味だからまんまだよな。よく手紙やハガキなどでこのような書かれ方しているが、実際、郵便記号や進展、支給、重要といった文字は書く必要がなく、数字とハイフンさえ書かれていれば大丈夫らしいぜ。てなわけで終わるのもなんか物足りない感じがするから、もう少しだけ話そうと思うぜ。これは割と知られていてクイズにも出るんだが、第1回のお年玉年賀ハガキの特徴はミシンだったらしいぜ。ふん。あと、郵便ポストは初め黒だったらしいぜ。ただ、黒だと夜間に見にくいから今の赤になったらしいぜ。へぇ。あと、南極の昭和基地にも 25g 以内の低型郵便なら国内配送料と同じ、82円で配達してもらえるらしいぜ。安っ。ただ、南極まで物資を運ぶ貨物船しらせは、年に1回しか出航しないらしく、9月末から10月上旬の間に受付が行われるらしいぜ。そういえば、船と船の違いなんだが、船は水上を移動する一般的な乗り物を指すんだが、こっちの船と比べると大型でエンジンのついたものを指すそうで、小型でエンジンのつかないものはこっちの船だそうな。てなわけで今日の動画はいかがだったかな？前回のコーヒーの動画、長くなりすぎておばさま方から不要だったから短めにしてみたぜ。お母さんにプレゼントしたのに。お母さんから長すぎて疲れるとかボロカス言われたぜ。自分の知らない話、解説動画にしようとすると尺の調整が難しいんだよな。ま、てなわけで、この動画が良いと思った人は、ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくだぜ。では、次の動画でな。最近動画投稿サボってたら、Twitter で視聴者から安否確認されちまったぜ。よくよく考えると、大学生で実家から離れて暮らしてると、たとえ今死んだとしても気づいてくれる人いないかもだよな。気づいたら白骨化して発見されたりして。いや、笑い話じゃねえよ。視聴者は、安否確認してくれる人ちゃんと大切にしないとだぜ。